こんにちは、ハミです。皆さんお元気でしょうか？いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは私ハミの昭和な感じの暮らしをご紹介しています。どうぞよろしくお願いします。この家はご覧のようにとても古い家なんですよ。私より年上で、ね、あちこちほころびが来ているのですが、まあ、そういうところも含めてとても愛しています。さて今日もこの家の中での暮らしをご紹介していきます。どうぞ。今日の朝ごはんです。しらす山盛りご飯で、お味噌汁が水菜と卵です。なす漬け、そして、茶色いやつが、美味しいに決まってるでしょ、チキン。これは小松宝生さんから教わりましたね、昭和に。それでこのおひたしが、赤菜、茎が赤い、青菜なんですけど、茹でると青くなります。ちょっとアスパラ菜に似てます。こんな感じ。いただきます。これがですね、美味しいに決まってるでしょチキンという、鶏肉の煮物なんですが、かつて小松宝生さんが、紹介していました。鶏肉と、お醤油、酒、砂糖、みりん、お好みでネギ、生姜、ニンニクをぶち込んで、水を入れずにコトコト煮るだけ。甘辛く煮ます。で、柔らかくなるまで煮て、でハミの場合はこれに刻んだ昆布などもぶち込んで煮まして、でこんな感じまで煮てご飯にのっけて食べます。美味しいですよ。作っておくと、そう、常備菜として作っておくと本当便利です。おにぎりの中にも入れていったりします。これは、レモン酒なんですけど、はい、愛媛のレモンを入れて、ホワイトリカーにつけてあります。少し甘くして、ね、炭酸で割って、いただきます。もう少しあったかくなったらね、美味しくなるんじゃないかな。おはよう、ナンプ。ご機嫌いかが？
変化がないので、あなたが元気なのかどうかよくわからないんだよ。ねえ、お腹空いてない？大丈夫なの？お魚持ってるもんね。はい、今日もありがとう。和ませてくれてありがとう。変化なしなんだよね。
先ほど紹介した映画ポアゾンの原作暗闇へのワルツです。これも傑作でしたね。そして私の大好きな幻の女、もうボロボロになるぐらいに読んでますね。はい、皆さん、できれば生きているうちに一度は読んだ方がいいですよ。ウィリアム・アイリッシュ、おすすめです。はい、今日はここまでです。マスクばかりかけてるので花粉もさほど気になりません。最近ますます昭和じみてきたねと言われる今日この頃ですが、全く気にしてません。では皆さん、また次回お会いしましょう。